ノブが過去に、島のロケ、行った時、いい意味で、言った発言が、地元の漁師の、逆鱗に、触れたのだ。その漁師の、線には灯台の、ようなものが、ついていたため、海賊みたい、ですね、と言った。これは、映画、パイレーツ、オブ、カリビアン、に出てくる、海賊のようなものを、イメージし、褒め言葉で、言ったのだ。すると漁師は、おいお前、今何言った?となり、そのまま、ロケは中止に、結局その地域は、海賊、という、言葉が禁句、だったため、アンタッチャブルな、ところに踏み込んで、しまったのだ。その一方、広島、博多、仙台、札幌など、プロ野球の、地元球団がある、場所では野球の、話題は OK だという。さらには、地方ロケの場合は、終了後に、泊まりたい、というのもまた、呼んでもらえる、ための重要な手立て、マネージャーに、今日泊まれますか?さすがに、無理だなぁ、などと、小芝居を、打つところまで、やるべきだという。これは、素敵な嘘、なのである。気をつけなくては、いけないもう一つが、地方局同士の、合同特番だ。お互いが、プライドがあって、競い合うものの、あまり話し合えて、いないことが多い。しかし、年に、一回しかない、お祭り騒ぎのため、気合が入り、まくっている、会議で盛り上がった、ことをてんこ盛りに、してしまうため、1時間番組なのに、24時間カメラを、回し、ロケ地が、全部で15かところと、言ったことも、あったそうだ。ただし、これに、ついては文句は、言ってはいけない。ノブが語る、年一の合同特番は、文句言わずに、やろう。スターのショー、と、歯を食いしばって、やろう。次に繋がります。すいませんね、しんどかったですね、と言われても、大丈夫ですよ。全然しんどく、ないです、と答えれば、実は今度、深夜が空き、そうなんですよ。などと番組、レギュラーの、オファーが、来るかもしれない、というのだ。東京の番組で、60歳まで、出られる人なんて、あまりいない。第5は、わしらは生きて、いけないかも、しれない。その時に地方は、恩を返してくれる、と述べるとノブは、地方は年金です。帰ってきます、とすぐに展開し、第5が、ちゃんと年金は、払いましょう。愛情でやってるから、と締めた。